どうもゆりです。バングラディッシュサッカーシーズン前半戦ハイライトということで、今日からリーグ戦の動画をお届けしていきます。アランバ SC といって、相手チームなんと僕らのクラブハウスから徒歩5分圏内に位置しているクラブでして、世界で最も近いダービーとなっております。はい、こちら今ヘディングしたのが永田です。旗振りのおじちゃんということで、いつもスタンドで一生懸命旗を振ってくれています。はい、相変わらずヘディングをバンバンと飛ばしているような試合なのですが、あのですね、もうねヘディングのね、あのやってるシーンはもういらないかなっていう思って、まあ、ほぼほぼもう第2弾以降、第3弾第4弾とこの後続きますが、ヘディングのシーンはカットしております。まあ第1弾でね散々見せたんでいいかなと。はい、中盤に君臨している緑の19番、永田です。はい、ここのセカンドボール、はい、玉木やカッサライからのパスと、はい、ここからアシストのアシスト、はい、アシストのアシスト、アザス決まりましたね。で、あ、まあ、はい、こんなように戦ってるところ、ヘディングの動画見せないと言いながらね、結局乗せてる永田嫌いじゃないです。はい、ナイスカット。前から必死に、はい、今これ、前からね、あの、はい、刀剣のごとく追ってるのが、はい、永田です。これね、だいぶ悪質なファールを受けました。完全にイエローだろうっていうのでね、抗議したんですけど、はい、抗議しすぎたか、僕がイエローカードもらってしまいました。嫌いじゃないです。これもね、これもね、見てください、これ。はい、もうあんまり抗議しないようにしてるんですけど、これはね絶対にね相手が乗っかっただけでしょっていう、まあバングラディッシュレフリーのねレベルを物語るような、第2弾の動画となっております。はい、ダッカ在住の日本人の方々がスタジアムまで応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。僕はですね、陰ながら応援してるよって人より表に出てね応援してくれる人の方がタイプなんで、はい、そこのところよろしくお願いします。これもね、これ見てください。これね、完全にグーパー入れられてますからね、目の前に見てて、これもね、カードなかったです。はい、もう審判に大抗議、はい、チーミロット。はい、ちょっとね、これね、レッドカードもらう寸前でした。今、3対0なんですけど、相手は今のところ13試合で2ポイントしか獲得できていないので。まあ妥当かなというこの結果は。非常にラーメンが食べたいです。はい、はまりました。旗振りのおじちゃんにはまりました。はい、すげえ受けてたらしいです。これ後々ね、これテレビの動画見たらね、見返したらめちゃくちゃあれ抜かれてました。日本人あるあるです。日本人は応援に駆けつけたら絶対にテレビに抜かれるっていう。はい、全然ね自分のプレーの解説してませんでしたが、いつも通りあんまり見せ場がないようで、はい、実はちょっとあったり、ミスってますね、パス。はい、まあでもあからさまのウリュウの上がったをね知ってもらいたいというファン思いの自分で、はい、あり続けたい僕のプレイ集を心置きなく、はい、楽しんでほしいと思います。おっと、結構悪質なの来ますね。ありがたいですね。まあピッチは相変わらず悪いですね。はい、これ見てください、飛距離に注目。はい、ヘディングで 20m 近く飛ばす男、永田です。はい、試合終了で、はい、ハイライトでしっかり脱がれてました。旗振りのおっちゃんに捕まってはまってるところを、はい、しっかりテレビのハイライトは収めてました。なんと永田のゴールと、はい、これはね第2節の、はい、ゴールとなります。
完璧の誘いでしたね。アフリカ人がついてますけど、前にステップしてそこからサイドステップに切り替えて、ここでズドンと、まあクロスステップだったらね、もっと高いジャンプできましたけど、今シーズン初ゴール決めました。で、第2節はね、今の動画で終了なんですよね。上がってませんでした、全部のフル動画が。で、これは第4節、センターバックでプレー。第4節っていうのもね、第3節もなんと上がっておりませんでした、フル動画が。はい、ナイスカット。第3節の怪我した影響もあって、この第4節はね、センターバックでプレーして、で、これ後半、前半はね、全然センターバックでいいとこなかったんですけど、今ね、転んだところ、はい、足首やってます。で、後半はミッドフィルダーでこれプレーして、はい、足を伸ばして、これ永田がヘリング、意地のヘリングからのアシストと、アザースト、はい、盛り上がっております。実は相手アバハニというチームなんですけど、僕らのモハメダンとはですね、歴代でもすごいバトル、伝統的なバトルを繰り広げておりまして、ダッカダービーという名前で、白熱した試合を毎年繰り広げております。旗振りのおじちゃんもちょっと変なテンションで喜んでおります。過去にはですね、このダービーが行われるたびに多くの死者がサポーターから出たそうです。はい、クリケットの子供たちも駆けつけてくださいました、サッカースタジアムに。その怪我のことなんですけどね、やっぱりこの試合も含め全ての試合で無理したために、無理したためにショット、はい、無理したためにショットがね、はい、意外にね、良かったね。入ったらワールドクラスでした今、ね、絶対に入らないだろうと思って本人は蹴っております。はい、今倒れ込んだのが僕です。で、まあこの試合も含めて、前期の残りの試合はちょっとね、痛みとともにやったせいで、今になって松葉杖、ギブス生活という、はい、苦しい生活を送っております。はい、こちらは第5節、今現在首位、ぶっちぎり首位、負けなしのブシュンダラキングスという、チームとなります。はい、めちゃくちゃお金があるマンチェスターシティみたいなチームですね。選手、まあ、いろいろと、他にもサッカーにお金をかけて、莫大な資金とともに、絶対王者として、ここ数年はバングラディッシュサッカーで、名を馳せているブシュンダラキングスというチームです。で、ホームがね、実は一緒なんですよ。ここ僕らもここホームで、ブシュンダラキングスもここホームで、はい、気持ちこもってます、解説にも。ここホームでやってるんですけど、はい、さっきから倒れ込んでるのが僕です。間違いなく僕ですね、一番倒れる男、はい、一番倒れて、いい意味で倒れてる男、永田です。これはね、はい、左の選手をケアしつつ、ここでね、タックルして仕留めると。で、このホームでね、やっぱりお互いバチバチなんですよね、やっぱりこういうとこ負けないと。はい、今のは賭けでしたね、行くか行かないかの。永田カットからの前線にパスと、まあ、やっぱり全員相手はね、外国人の4選手も、いいキャリアの選手ですし、ローカル選手もレベル高いですよね、永田。はい、ローカル選手は全員、もちろん出てる選手はナショナルチームのプレイヤーです、全員代表選手です。はい、このターンよくやります、このね、アウトサイドのワンタッチパスターンよくやります。おお、ここに入ってほしいパス、はい、なんとか意地で、意地を見せております、永田ライン際の。ユリ永田です。僕はウル永田と呼ばれる時もあれば、ユリ永田と呼ばれることもあります。いや、あそこ入ってきてくれよのハイポーズ、そこ入ってきてくれよの。まあ観客はこれ多分7000、8000人ぐらいは入っていたんじゃないかと思います。まあ、こういうね、人がいっぱいいるところで
あのサッカー惜しい、これ決めれたな。人がいっぱいねいるところでサッカーできるっていうのは幸せなことですよね。はい、もう4対1ですね。はい、残念ながらね、やっぱりいいところというか、チームとしてね結果が求められる中で、出せなかったのがすごい悔しいです。はい、まあそんな感じで4対1で敗れてしまいました。いや悔しいですね。サッカーはそんな簡単に勝てないぞと。ハイライトでね、あのスタジアムの屋根の上に乗ってたおっちゃんが引き抜かれてました今回は。まあ、そんな感じで第2弾の動画はこれで終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。第3弾第4弾もよろしくお願いします。